ボナ王妃の毒殺、ヤンマテイコがボナスフォルツァは、ポーランド王、リトアニア大公であった、ジグムント一世の二番目の日。ミラノコージャンガレアッツォスフォルツァとナポリ王女、イザベラの間に、末娘として、ビジェーバノで生まれた。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の、皇后ビアンカマリアスフォルツァの名にあたる。名前は、父方の祖母ボナディサボイアにちなむ。年に、 ジグムントの再婚相手に選ばれた。1524年に母、イザベラの死に伴い、バーリとロッサーノの公爵くらい、及びブリエン抜けの請求に基づくイエルサレム王国の王い請求者の地位を相続した。彼女はポーランドに宣伝されたルネサンス文化を持ち込み、繁栄の時代を築いた。ボナはイタリア野菜を料理に用いて、多くの料理を同国に紹介したので、 現在のポーランド料理の母と言われている。夫の死後即位した、長男ジグムーンと二世が、カルバン派を信仰する、リットアニア人、バルバラ・ラジビウブナと結婚すると、国民の大多数を占めるカトリック側に立って、反対した。証拠はないが、体幹ごまもない神王妃バルバラに毒を持って殺したと言われている。1556年に、バーリへ帰国したが、翌年に、 個人秘書じゃんロレンゾパッパコーダによって毒殺された。多額の債務をボナに対して追っていたスペイン王フェリペ2世が借金を帳消しにするためにパッパコーダに暗殺を命じたという。ボナは夫ジグムーンと異世との間に2男4女を設けた。ありがとうございます。